今回のサノテレはご覧の内容でお送りします。6月1日第3回泉佐野子ども未来応援フェスタが開催されました。会場となったのはレイクアルスタープラザ川崎障害学習センターの多目的室2階講座室、レイクアルスタープラザ川崎中央図書館2階、視聴覚室、そして屋外イベントでは泉の森広場、市役所横の駐車場、さらに今年は新たな会場としてエブの泉の森ホールレセプションホールが加わり、全5会場での開催となりました。さあ、まずは新会場のエブの泉の森ホールレセプションホールです。ここはよく式典などで取材させていただくスペースなんですが、今日は親子連れでにぎわっています。子どもから大人まで幅広い年齢層に人気の鉄道コーナー、小さいお子さんでも楽しめるプラレールの広場をはじめ、本格的な鉄道模型 N ゲージの走行体験、そして見応えのあるジオラマ展示に親子ともども熱い視線が注がれます。そしてこちらは選挙体験コーナーです。このように泉佐野市を走っている車両や泉佐野市と特産品相互取扱協定を結んでいる自治体で実際に走っている車両が候補に挙がっています。で、この中から好きな車両に投票して、投票した人全員の中から抽選でプレゼントが当たるという仕組みになっています。泉佐野市選挙管理委員会が運営する選挙体験コーナーでは、投票用紙や投票箱など本格的なものが用意されていますので、本番さながらの選挙を体験できます。自分の意思一票が結果に反映されるということを子どもの頃から実感できるコーナーとなっています。どの車両に投票しましたか？黒潮な、もともとパンダ黒潮が好きで、よくあのリンクの方で見てるんで。サザンかっこいいから。かっこいいから。パンダ黒潮とサザンがいい。玉電車なんか黒くてかっこいいの出てるなと思って目新しかったんで。パンダ黒潮です。子供もおもちゃ持ってて、まあ、あの子供が好きなので私も入れました。玉電車どういったところが好きですか？なんか中に遊び場とかあるとこ。中に遊び場あるんや。当選発表は後ほどということで、次は屋外のイベントの様子を見てみましょう。市役所横の駐車場には働く車が大集合。消防車やバス、自衛隊の車両や災害派遣医療チームが駆けつけるための D マットカーなどが一堂に集いました。座席に座ることもできますし、それぞれの制服を着て貴重な写真も撮れるなど、こちらも親子一緒に楽しめるイベントとなっていました。さらに今年は泉佐野市消防団女性分団によるワクワク消防教室も開催。防災をテーマにしたトークやミニカーなどがもらえるじゃんけん大会などが行われました。じゃあちょっと今から、防災教室ということで、今日は人が倒れていたら胸骨圧迫っていうのをぜひしていただきたいんで、それを女性消防団実演してもらいます。まず胸の真ん中を、もう息をしてない倒れているっていう状況です。胸の真ん中を押していきます。心臓を狙って押していきます。ここに力を込めて押さえます。強く早く絶え間なくっていうことで、これぐらいのスピードで、もしもしカメよカメさんよぐらいの速さで30回押していきます。胸と胸の真ん中を、ここの手のここに力を込めて押していきます。また泉の森広場では、ゆるなきんやみゃくみゃくの写真撮影会やジャグリングショー、ゆるなきんのふわふわドームにキッチンカー、さらに大人気子ども鉄道も運行されました。レイクアルスタープラザ川崎中央図書館の2階視聴覚室では、楽しい人形劇や絵本の読み聞かせ会、ミニ映画会などが開催されました。さてこちらは子育て応援コーナー。ここでは子育て支援センターの職員や管理栄養士が遊びを通し子育て相談に応じるなど、子育てに関する情報満載のコーナーとなっています。また
2階にある4つの講座室ではワークショップや遊び体験、専用器具を使用し体幹の強化や姿勢改善などが体験できるマシンピラティス体験コーナーも設置。親子ともども楽しい時間を過ごされていました。さあ再びエブの泉の森ホールレセプションホールです。こちらは和歌山県紀の川市さんの PR ブースです。このようにですね、特産品が並んでいたりだとか、あとはこちらですよ。最近はですね、農家さんとコラボして認定紀の川ブランドということでいろんな商品を作られているそうなんですが、このようにちょっと高級なおつまみドライフルーツということでキウイのドライフルーツだったりだとか、あとはですね、私が特に気になったのがこちら、捨てられちゃう果物の皮を使った一筆箋ということで、なんかこういう可愛らしいものもたくさん置かれています。さあということで続いてはいよいよ当選発表です。一番人気の車両は一体どれなんでしょうか。ただいまからですね、たくさんの方に投票していただきました、プラレル選挙の開票結果を、申し上げます。まずパンダ黒潮候補344票、続きましてですね、タマ電車ミュージアム号候補103票、サザンプレミアム候補136票、西九州新幹線かもめ候補93票、最後に、北陸新幹線輝き候補76票でございました。今年のプラレール選挙は、パンダ黒潮候補が見事当選されたという結果になりました。どうもありがとうございました。今日のイベントたくさん催しありましたが、プラレールで子どもたちと遊べたのが楽しかったです。最後までこれ待ってて、タマ電車のやつがもらえたのが楽しかった。あーペーパークラフト当たったんですね。はい、よかったね。よかったね。やっぱり小さい子どもと遊べる機会って今しかないので、すごく楽しい思い出になって嬉しかったです。まあ、ここのね、プラレールのところもね、子どもも遊ばしてもらってすごい楽しめたと思います。はい、自衛隊の車両に乗れたことが。あ、はい、どうでした、お子様の様子とか。あ、なんかね、着替えてなりきりの、はい、うん、あとくじ引きも子供がいつも選挙ついてきてたのを一緒にまねっこして、乗り物の抽選というか投票して体験できたのがいい経験になったなというふうに思います。やっぱりどこ行くか、だんだん行くとこなくなってくるんで、こういうイベントがあると、堺から来たんですけど、あ、そうなんですね。車でここに楽しそうやからってわざわざ来たんで、こういうのがあると嬉しいです。わかりました、ありがとうございます。さあ、今日一日お疲れ様でした。ありがとうございました。いかがでしたか。今日たくさん催しありましたが、振り返ってみて。はい、どの会場もたくさん のご家族来ていただきまして、天候も、ね、すごく良くて晴れて、みんなすごく笑顔で参加していただいてたなと全会場行って思いました。本当にありがとうございます。大きな子だったらみんなで遊んでたりするようなイベントあると思うんですけれど、こう本当にこうまだまだ小さい、これから大きくなっていく、そんな子どもたちも笑ってね、イベント参加していただいてたようなところもあったので、そういう方たちが、参加できるイベントを開催できたっていうのはすごく良かったなと思います。また今回新たな会場としてここレセプションホールが増えたわけなんですけれども、この会場が増えたことによる効果とかいかがでしたか。はい、今までプラレールとかですね、一つのところでやってれば少しこう会場を広げて今回させていただいたんですけれど、それでもどの会場もたくさん の人来られてましたし、賑わってましたので、こちらも最後選挙当たった方も、残念だった方もいらっしゃると思いますけど、最後までたくさんの方残っていただきましたので、これからもですね、こういったたくさんの会場を使いまして、これからもたくさんのご家族の方に、来ていただけるようにしたいと思ってますので、非常に良かったと思っております。新たな会場、新たな催しも加わり、さらなる進化を遂げた第3回泉佐野子ども未来応援フェスタ。小さいお子さんと親御さんがいろんな会場で一日中楽しめるイベントというのもなかなかないと思いますので、子育て世代の皆さんには貴重なイベントだったんじゃないかなと思いました。もちろん各種相談や子育て支援の情報も揃っていますので、単に楽しむだけの催しではないというところもポイントだと思います。
さて来年はどのような催しになるのか、今回来れなかった子育て世代の皆さんもぜひ来年はお越しくださいね。サノテレ。泉佐野市公式婚活マッチングサイトサノ恋が今年の夏から正式にスタートします。果たしてどのような内容なのか、担当の方にお話を伺いました。東京都でもマッチングアプリがスタートというニュースがありましたが、泉佐野市でもこの夏から始まるマッチングサイトサノ恋、背景にはどういった状況があるんでしょうか。はい、全国的に少子化が問題になっておりますが、本市としても解決すべき課題として少子化対策や婚活支援に力を入れております。これまで出会いの機会を提供するため婚活イベントを実施しておりましたが、 AI を活用した新たな出会いのツールにより幅広く出会いの機会を提供していきたいと思っております。また本市は関西国際空港が近くにありますので、空港関連で働く単身の方も多くいらっしゃると思います。そういった人たちも含めて、より多くの人にこのサノ恋を活用してもらって、将来的に移住・定住につながればと思っております。世の中にはすでにたくさんのマッチングアプリがありますし、利用者の方も多いかと思うんですけれども、そういったものと今回のサノ恋、一番の違いっていうのはどういったところなんですか。はい、まず泉佐野市の市役所に来庁していただいて面談をさせていただきます。なるほど、はい、普通のサイトだともうこのサイトの中で完結してしまうことが多いですけれども、はい、実際に来庁されることになるんですね。そうですね、その際に加工なしの写真撮影を行わせていただきます。なるほど、写真が実物と違うとか、はい、あとは詐欺なんかも、ね、ありますけど、ね、はい、実際に面談するとそういったところも安心ですね。はい、そうですね、そこが安心感につながっていると思います。じゃあ、やっぱりその普通のサイトでこう顔が見えないまま完結してしまうより、はい、やっぱりどなたかがこう見てくださってて、はいはい、この人ならということで、ね、登録されるということはすごく安心感ありますよね。そうですね、泉佐野市職員が関わりますのでとても安心感があります。ではそのサノ恋について見ていきたいんですが、まずは会員登録、これには一定の条件があるんですよね。そうですね、まずこれは必須条件かなと思いますが、20歳以上の独身の方で結婚を誠実に希望される方を募集しています。あとマッチングサイトを利用してもらうので、スマートフォンやパソコンをお持ちの方に限ります。最後にどこにお住まいの方でも登録していただけるのですが、成婚された際は泉佐野市に住んでいただけると嬉しいですね。結婚された後も様々な支援事業がありますので。そして一般的なマッチングアプリとは決定的に違う面談と登録ですけれども、これはどういった流れになるんでしょうか。はい、面談は事前にメールで日時を予約していただいてから、当日までに必要書類を用意していただき来庁してもらう流れになっています。しっかり本人確認も行います。その際バストアップ写真と全身写真を2枚撮りますので、写真撮影にふさわしい格好で来てください。ただかしこまった写真になるので、お気に入りのフリー写真も後日メールで送ってもらいます。その方が普段の雰囲気も分かりますし、相手により自分らしさが伝わると思います。でそこからいい方といいますか、お互いの条件の合う方を AI の力も借りつつ探すわけですけれども、マッチングした場合その後はどうなるんでしょうか。はい、お互いが会いたいとなればマッチングは成立するわけですが、その後女性が選んでいただいたカフェでお会いしてもらう流れになります。事前にお見合い可能な曜日と時間を登録してもらっていますので、お互いの予定を泉佐野職員が調整してお会いしてもらうことになります。もちろんそこからはもう話を進めるかどうか本人同士で決めるということになるわけですね。そうですね、私の個人的な感想で言えば、やっぱり最近マッチングサイトで詐欺とか投資話とかそういった被害もよく聞きますけれども、そういったことはないと言えるこの安心感がすごく強みだと思いますし、特に真面目に婚活したいという方にとってはサノ恋とってもいいと思います。はい、確かに来庁いただいたり面談を行ったり敷居の高い面もありますが、その分安心感や確実性はあると思いますので、ぜひご活用いただきたいと思います。
では入会を希望される方はどうしたらいいのか教えていただけますか。はい、泉佐野市の公式ホームページから申し込みはできますが、佐野恋と検索していただいても一番上に出てきます。申請フォーム、受付フォームが載っていますので、そちらからお申し込みの方をお願いいたします。ただいま今年の夏からの本格稼働に向けて事前登録受付中です。令和7年3月末までは無料で登録できます。泉佐野市公式婚活マッチングサイト佐野恋、気になる方はぜひご入会ください。よろしくお願いします。佐野恋。6月30日まで開催されていた令和6年度歴史館泉佐野夏季特別展、今回のテーマは葛飾北斎富嶽三十六景を楽しむ。大阪浮世絵美術館が所蔵している葛飾北斎の実物の浮世絵がレイクアルスタープラザ川崎歴史館泉佐野にて展示されました。取材した6月15日には文化財保護課の富田主査による展示解説が実施、私も参加させていただきました。富嶽三十六景、今回36枚展示ということになってるんですけれども、実は富嶽三十六景というのは46枚あるんです。で、今回その最初のうちの36枚は通称表富士という名称で呼ばれています。でその後あと10枚については裏富士ということで展示してるんですけども、今回は表富士、前期後期合わせて33枚を本物を展示させていただくということ で今回その、後期ですね、後期の分の展示の、展示解説ということで、させていただきたいと思います。宗州梅沢の左というのがあります、ね。真ん中にボンと富士が描かれまして、鶴が描いてあるというような作品になります。で我々山へ登るっていうとこう行楽とかね、そういうイメージがあるかなと思うんですけど、この頃やっぱり山っていうのは一つは信仰の対象特にあります。でこれはですね、横に鶴が書いてあると思うんですけれども、中国にね仙人が住む蓬莱山という山があります。神聖なる山のイメージでこの作品を書いています。でその証拠にですね、こう絵みんな中に見てもらったら分かるんですけど、人が一人も書いてないでしょ。こういう作品ってね、北斎の作品また見てください、何点かあります。そういう場合はね、ちょっと幻想的なっていうかね、こうちょっと変わったイメージを持つようなものが多いかなと思いますので、甲州梶川沢という作品になります。これも非常に名品の作品です。彼はね、非常に幾何学のような感じでね、こう丸三角四角でこう絵を描いているというね、こういう感じでね絵を描くという発想があるんですね、はい。で非常にね、このまたこの富嶽三十六景の中にもですね、丸三角四角というのがあります。でここの場合、甲州梶川沢の場合は漁師さんとその岩とそれから綱とで三角形がこう構成されてますよね。それに対して上にある富士山、それもやっぱり三角形なんですよね。三角形と三角形を重ねる、そうすることによって、画面にこうリズム感っていうんですかね、そういうのを与えて作っている、そういう非常に構図を考えて作っている作品ですね。これなんかは非常に、それから波の表現見てください。これ北斎はね、水尾の表現が波の表現がいろいろしています。一番有名なね、神奈川沖波浦、もう1ヶ月ほどしたら毎日見れますね、千冊の裏側に登場しますのでねでこの波の表現を見てください。やっぱりちょっとね、その雰囲気によって、やっぱり川の雰囲気っていうので、神奈川であれば海の雰囲気っていうのがありますので、ちょっと波の雰囲気、これはあらゆるこの水に対するこの表現っていうのがね、北斎表現されています。甲州三島越えという作品ですね。でこのまたこれもよく浮世絵なんかでもあるんですけど、前の方に大きなものをボーンと書いて、で後ろのものをこう小さく書くっていうね、遠近法の表現ですね。これなんか非常によく分かる作品かなと思います。前のこの大きなボーンと大きな木と後ろですね、ちょっと富士だけでは寂しいので、ちょっと装飾的な雲を加えながら全体にこう図が行き渡るようにということで作っている作品になりますね。今回こんな本物の版画を見られて嬉しいなと、我々普段見てもなんと思わないけど、やっぱ他の人見たら価値があるということでね、そういう一つのありがたい機会をいただいて今日も見に来ました。構図がすごいね、北斎の構図が何かもうずば抜けて違うのが
分かりますよね。私は実際もうちょっと大きいものかと思ってた、あ、こんな小さいんだと思って、ね、でも、まあ、実際にこう吸ったりね、そういうことを工程をお話ししていただいて、あ、なるほどねっていう感じでしたね。外国のね、あの抗菌消波とかそういう風なのに比べて、やっぱり日本人の落ち着くなっていう感じで、ね、見て、あ、なんか落ち着くなっていう感じはしましたね。だから日本人の感性ほんまに素晴らしいです。一言やな。ということで、参加された皆さん本当にとっても楽しんでいらっしゃったご様子でしたけれども、はい、梶田さん自身はこうやって今回展示するにあたって、この北斎の魅力どういうところに感じられましたか？はい、まず今回この歴史館泉佐野において、この葛飾北斎という全国的にもすごい有名な人の絵画作品、それを展示したというのが、まあ、初めての試みでして、その中でやっぱりまず第一に感じたところとしては、版画という形で決して多いとは言えないような色を用いているにもかかわらず、これだけ多彩な表現をしている、まあ、さらに言うなれば、こういう雷とか、あとは波とか雨とか、そうした自然現象をしっかりと表現している、そうした技術力の高さ、表現力の高さ、そうした点が非常に魅力に感じました。改めて国内と海外それぞれどういった影響を与えたと思われますか？はい、国内においては、その浮世絵版画の中でも風景画という分野を確立したというのが一番大きな点でございます。まあ、海外に関しては、まあ、いわゆる印象派とかに影響を与えたとか、まあ、そうした形で西洋の方にもいろんな影響を与えまして、また近年だと日本のパスポートの方に北斎の作品が印刷されているとか、はい、もうすぐ千円札の裏にこの神奈川沖浪裏、まあ、富岳三十六景の一番有名な作品となりますが、そちらが印刷されるという、まあ、そうした点からも現代においてもすごい大きな影響を与えているかと思います。はい、まあ、今回は富岳三十六景の展示をしたわけですが、まあ、富岳三十六景の中では波とか幾何学的な丸とか三角とか四角のパーツを用いたものとか、西洋の遠近法とか、そうしたものを多様に用いておりますので、そうした点が富岳三十六景においては見るポイントになるかと思います。一方で北斎はかなり、まあ、多種多様な作品を作っておりますので、まあ、一言でどこがポイントかというのはなかなか言うのは難しいのですが、逆に言うとそれだけ多様な技法が見れるというのは非常に大きな魅力であると感じてますので、そうした点を特に見ていただきたいなと考えております。わかりました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。佐野邸で2023年市政施行75周年を迎えた泉佐野市、海や山、そして海外への玄関都市としての機能も果たすこの町には、さまざまな歴史があります。泉佐野レトロタイムスリップ、このコーナーでは現存する古の写真をもとに当時の様子を振り返ります。さあ、前回は泉佐野駅下側の移り変わりをご紹介しましたが、今回から2回にわたって上側をご紹介します。中岡さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはこちらの写真、昭和40年3月の航空写真ということなんですけれども、はい、ここに線路が見えますが、駅はどのあたり、はい、駅はもうちょうどここがですね、ここ今の泉佐野駅南海になりますし、はい、ということは今私たちが立っている場所は、はい、まあ、ちょうどこのあたりになるんですかね。なるほど、なるほど、はい、こちらの建物は、はい、ここはもともとの市民会館の建物になります。駅前にあったんですね。そうなんです。今は市役所の横に泉の森の文化ホールがあるんですけれども、もともとは、昭和38年におそらく建てられてまして、はい、平成8年に泉の森のホールができるまではここが市民会館ということだったんですね。なるほど、まあ、40年頃なんでだいたい2年後ぐらい経ったばっかりの頃、ね、ということですね。はい、そういうことになります、ね、平成8年まで、8年までここにありまして、つい最近の話のような感じがしますね。はい、ですけどね、まあ、それでもまあ結構30年近く経ってきてるのかなと思うんですけども、はい、でもともとね、ここをきれいに今駅前のロータリーがこれから作られようとしてる頃は、だいたい昭和40年頃になってましてね。もともとここは何があったの？もともとね、ここはね、私立の第二小学校っていう学校があった跡地なんですけども、はいはい、まあ、そこが焼けまして、なるほど、で移転された時に、まあ、この部分もまあロータリーに整備をするということに、はい、なったという、まあ、その頃の様子を示している航空写真ですね。
続きまして2枚目の写真がこちらなんですが、はい、同じく昭和40年頃の写真ということ で、ね、かなり人がたくさん、はい、今のロータリーのところが開発されまして、はい、もうここは先ほどあったところに噴水が設置されてますね。これですね。そうですね、その部分が噴水があった頃ですね、はい、あでもこのロータリーはもう この基礎の、そうですね、基礎の上がもう、はい、コンクリーされてちゃんと人がこう、ね、待てる場所ができてきてるという、はい、まあ、そういう状態で、ちょうどねこの頃が上側の方ですね、はい、地下道をつながって駅がそういうのが開通した時の筒玉みたいなのがありますんで ね、 ね、ちょっとその頃のそういうイベントしてる時の写真かなと思いますね。まあ、ここが駅の駅舎ということは、はい、こっちは多分市民会館側から撮った写真ということですかね。撮った写真でちょうどもう南海で初めてその地下道を使った、はい、まあ、駅舎ができた頃の、まあ、完成の、まあ、オープニングの頃の、まあ、写真ではないかなと思われますね。たくさん人も、ね、いらっしゃって、そうですね、関係者とか、多分この辺は楽団みたいな、へ、子供があの演奏をしてたのかなと思われるような、まあ、風景かなと思いますので、まあ、一大イベントやったのかなと思いますね。そしてこの現在の駅上を象徴するシンボルといえば、去年開業したこちらの高層ホテルということで、はい、あのオープニングセレモニーも取材させていただいたんですけれども、上からの眺望が素晴らしかったですね。ああ、そうですね、もう、泉佐野が一望できる、ね、あの建物になっているのかなと思いますし、はい、ちょうどあの泉佐野駅から直結でつながるホテルということで非常に便利になっているかと思いますし、うん、お客様もほとんどインバウンド関係の海外の方が非常に多いというのが特徴かなと思うので、う、まあ、非常に、立地も便利ですし、まあ、泉佐野の玄関口としては非常にいいんじゃないかなと思っています。このコーナーでご紹介している各種写真については、市のホームページに掲載されている泉佐野市デジタルアーカイブでもご覧いただけます。さまざまな角度から過去の資料が検索できるようになっていますので、ぜひご利用ください。ということで、次回もこちら駅上の様子についてまた違った角度からご紹介いただきたいと思いますので、はい、次回もよろしくお願いします。佐野テレ、佐野テレインフォメーション。川や水路は私たちに憩いと潤いを与えてくれるほか、生活を水害から守る役割も担っています。ポイ捨てや不法投棄はゴミが直接流れ込んで海を汚染したり、雨水管の取り込み口のスクリーンに溜まってしまい、通水を阻害することで新たな浸水を引き起こしたりするため、河川環境の良好な維持の妨げになります。川はみんなの共有財産です。市民ボランティアの皆さんによる清掃活動も行われていますが、川をいつまでも美しく保ち汚さないためには、日頃から私たちがポイ捨てや不法投棄をしないよう心がけることが大切です。なお、廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、不法投棄した人には5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを閉課するとなっています。詳しくは下水道整備課または環境衛生課へお問い合わせください。台風の接近に伴い、ゴミ出し時に強風による転倒、飛散したゴミの直撃による怪我、収集車両や収集員への事故など大きな被害を受ける可能性が高まると、ゴミの収集を中止する場合があります。ゴミの収集中止を決定した場合は、速やかに市のホームページや LINE、防災行政無線などで広報しますので、ご理解ご協力をお願いします。なお、中止した収集の振り替え収集は行いませんので、次回の収集日にゴミ出しをお願いします。詳しくは環境衛生課へお問い合わせください。野山、畑、草むら、河川敷などではたくさんの虫がいます。中には病原体を持った有害な虫がいる場合がありますので、野外に出かけるときには次のことに注意しましょう。長袖、長ズボンなど肌を露出しないものを着用し、白っぽい色にする。虫除けスプレーなどを塗る。直接地面に座ったり寝転んだりせず、敷物を使用し、衣服も草むらなどに直接置かない。帰宅後はすぐに入浴し、体についた虫を落とし、新しい衣服に着替える。詳しくは環境衛生課へお問い合わせください。それでは次回も佐野テレでお会いしましょう。さようなら。